え本日は NV っていう取り出してるヘ、えー、モダイアルフィルターですね、えー、について説明していきたいと思うんですが、えっと、これって、えー、ポリスロ本マークですねポリスロ本マークの中でも、えー、ポリスロ本マークって基本的に PVP がポリスロ PVP がついてそれにプラスアルファして NV ポリマーっていうのがついてるんですね。 でえー、と他のマ a クに比べて何がいいかというと、インターロイキン6の除去率が高いと言われていますで。インターロイキン6っていうのが多いと、えー、と赤血球の酸性の低下につながります。それがヘプシジンと呼ばれるものがなんか関係していると、えー、しているんじゃないかっていうレベルですね、仮説の中で言われていることになっております。炎炎症状炎症状態において、えーと イタイロキンセックスが赤血球酸性を低下させて肝臓で合成されるタンパクであるヘプシジンの発現を強力に誘導します。でえー、といつも透析されている患者さんもって一時的にイタロキシックスを上昇させてヘプシジンの発現を誘導し赤血球の酸性を低下を誘導しているんじゃないかって言われてて。で長期の 観察ではこの一連のイベントにより、え、E.S.H. 製剤の低反応性が生じると。だからこれがえっと N.V. ポリマーまあついているその N.V. とかのマクのいいところで、インターレウキンシックスの酸性誘導が低い。 なんで、エプシジの発現増加と ES 性反応性の低下のリスクが減少すると考えられているといったものですねで、これ一応書いたんで言うんですが、ポリスルフォン、えー、で言、えー、うと、えー、ポリスルフォンは非対称グラジエントコードまあシャープって言われたり、えー これに対して PMMA 膜の、えー、対象膜とかはブロードって言われるんですよね。シャープかブロードこれ何が違うかっていうと、まあ、これもあのもうあ、えー、の人に。 投げちゃゃうんんでですすけど、まあ、ダイアライザー関係について強い,人ってい,っぱいいいいてて強人っっっぱらしゃるんですね。僕もそっちの専,専門ゃなので僕も勉強しなきゃいけないんですけどやっぱりねサボさんに頼っちゃうところはありますねといったところで、まあ、そういったブログとかありますので、えー、そういったブログを見ていただければ、えー、いいんではないかなと思いますで、えー、今日はですね、まあ、これぐらいにして、えー、今後ちょっとね、えー、KT パー V とかそこの説明をしていきたいと思います